し、じゃあ再開していくと、ハマるよ。なんかこれずっと操作説明出してたっぽい、割。ほん、ごめんね、なんかちょっと慣れてなくて。わしもでもどんどん慣れていくと、ハマるよ。ほん、よし、じゃあ行くぞ。ここが守護聖様方の執務室にあたる、ひじり殿かな。ひじり殿？ほん、聖殿？聖地の宮殿も、すごく豪華だったけど、ここも負けてないわ。好きなように見学していいんだって。おう、やったぜ。ありき。よっしゃ、めっちゃ走り回ろうぜ。で、なんかめっちゃ怖い人に怒られようぜ。ふん。ここは光の守護聖、うん、ジュリアス様の執務室です。ああ、じゃあ一人ずつ、部屋があるんだ。いいな。守護聖様は、それぞれ執務室を持っていらっしゃいます。あ、なるほど。ここに守護聖様にご用の際は、うん、執務室に伺ってください。あ、なるほどね。みんな職務中なんだ。ご用。女王候補として育成のお願いをするに決まっているでしょ。育成のお願い、意味深って何をされるんですかね。大陸って放っておくと全然発展しないんだ。へえ。君も守護聖様にお願いして大陸に力を送ってもらってね。なるほどな。守護聖に行ってあそこの大陸。おっと、これはどういうこと。いや違う、忍び込んだわけではなく何も取ってないです。あ、オスカー様だ。おそうす。ここは観光地じゃないぞ。あ、ここだ。うん。主の不在中に入るのはいただけないな。あれでもここオスカーの部屋じゃないよね。お前もダメじゃねえかよ。私たちは、うん。オスカー、私が許可したのだ。あ、何このできる男。かっこいい。ジュリア様。あ、オスカーは、そうか、ジュリアスの、なんかオスカー様って呼んでる。先ほどディアから見学の申し入れが。あ、でも本当に許可取ってる。いや、できる女ぞ。明日から始まる女王試験を。補佐役の二人が、そうでしたか。出過ぎた真似をしました。あ、なるほどね。みんな、すげえ、オスカー様のブローチでけえ。俺の早合点だったようだ。うん。早合点。特に、咲き染めた花のようなお嬢ちゃんたちを驚かせた罪は重いな。早がてんとか、咲き始めた花のようなお嬢ちゃん。いいな、それ。咲き誇りたいね。え、何？ま、あ、キュンときてんのか。これに懲りず、明日からは俺の執務室にも訪ねてきて。かっこいい。待ってるぞ。育成の依頼でも、熱い語らいでも、楽しい遊びのお誘いでも。楽しい遊びのお誘いでも？マジかよ。うわぁ、かっこいい。やべえ。俺もあんな風に行ってみたい。すげえ、もてあそばれて、この人に。かっこいい。兄さんには無理だろ。格が違う。ああ、兄さんには無理だろ。あ、なるほどね。オスカーの言う通り。うん。我ら守護聖は、この二人の女王子。じゃあ。互いに切磋琢磨して。切磋琢磨、すごい。わし力の限り。この感じかけることないんだろうな。お前たちの活躍に期待している。お、頑張ります。ほもう、どうすんのこれ。なんか、ここで一つアピール。光栄です、ジュリアス様。あ、アピール取られた。宇宙を正しく導くため、ロザリア誠心誠意、励んでまいりますわ。参りますわ。良い返事だ。うん。女王候補としてあるべき姿を理解しているようだな。うん、あ、なるほどね。やべ、なんかすごい、マオコ悲しそう。かわいそう。頑張って、マオコ。主張するのよ、ここは。いいえ、私こそが女王にふさわしい。あ、それ絶対負ける方のやつやん。やめよう。その、もう一人の女王候補は、試験にかける思いがあまりに深く、言葉にできないようです、ね。何こいつ、超いいやつ。こいつ、超いいやつ。マフラーの星のセンス以外全ていいやつ。このままそれか、不言実行タイプかも。失敗。ほう。ならば今後の働きに注目しよう。頑張ります。はい。あ、すげえ褒められたぞ。それでは、ジュリアス様、オスカー様、我々はこれで失礼します。お邪魔しました。あ、ちょっと退散する感じだね。そうそうそう。見どころのある補佐たちだわ。頼りないあんたを一生懸命フォローして。なんか嫌味っぽくなってきたぞ、ロザリア。ジェラールとシルバンに感謝しなきゃ。何こう相対するんじゃないの。だって片方しか王になれないんでしょ。これはもう蹴落とし合いです。ここは聖殿の星の間です。聖殿の星の間。守護聖様に育成をお願いすると、夜の間にここから大陸に力を送ってくれるんだ。じゃああそこのなんかめっちゃパワー吸われそうなところに立ってうおーってやると力がいくのか。お二人は候補生とはいえ、大陸のその自覚と責任を持って、育成のお願いをしてください。はい、はい、頑張ります。もちろん心得ているわ。あら、奥にいらっしゃるのって。あら、
闇の守護聖クラビス様と水の守護聖ユミエール様ですね。闇の守護聖ってかっこよすぎるだろ。お二人が並んでると絵になるな。どんな話をしてるんだろう。どんな話してんの。何も喋ってないよ。マオコまで黙っちゃったよ。沈黙が長いよ。ずっと黙ったままで気まずくないのかな。めっちゃ仲いい人じゃないと気まずいよね。大丈夫ですよ。あ、なんか聞かれてるし。びっくり。やべえよ、やべえよ。対話が必ずしも言葉でなされるものとは限りませんから。言葉以外で対話するって何？超音波か何かを出してるのかな。女王候補の二人ですね。あ、そうだよ。あなた方が明日から望む育成もまた、大陸への語りかけのようなもの。あ、なんかすごい深いわ。こまめに親しみを持って呼びかければ、大陸もきっと答えてくれるでしょう。きっとこれ鉢植えみたいな気持ちで育てればいいの。あのサボテンを育てる気持ちで大陸を育てる。つまり育成頑張れってことですね。ナイス役だね。身も蓋もないリュミエール様。あ、いいよいいよ。いいえ。あ、知ってるよちゃんと。あなたたちはジェラールとシルマンですね。いずれ守護聖候補なのかな。ディア様から話は聞いています、うん、おう頑張ってくれよ、はい、必ず。ドドンとお任せを。ドドンとお任せ。これ多分上司に言ったら後で裏に呼ばれて、お前ドドンはないだろうって怒られそう。あ、クラビス様。え、何。クラビス様もう行かれますか。あれ、クラビスさんもなんか想像しいのはすかぬ。あ、めっちゃおこやん。あ、確かに声が大きかったかも。星の間に死後禁止の決まりはない。あ、じゃあいいのかよ。私の受け取り方の問題だ。ああ。ならばこちらが出ていけばよいだけ。これめっちゃおこですやん。私の受け取り方でもう切れすぎた時の言葉回しやん。クラビスさん、私を見てるみたいだ。ちょっと真の神の女王候補。え、何これ、なんか昔あったんだろこれ、いろいろ金の髪の情報候補といろいろあっただろ絶対こいつ。では私もこれで。うん。私にお手伝いできることがあったら、うん、いつでも言ってくださいね。優しいっす、優しいっすだ。手めっちゃ綺麗だし。何かしら今の、うん、金の髪なんて別に珍しくもなんともないわ、とか言いながら明日金髪に染めてきちゃいそう。かわいい。ロザリアも言われたかった？青い瞳の女王。バカおっしゃい。いいな、わし瞳の色何色だ？水色かな？緑かな？綺麗な目してるな。ふざけていないで俺たちも。よし、行きましょう。なるほどな。ここで法律研究員の説明をもう少ししておきましょう。ありがとうなす。うん。うわ、ここで何ができるかか。下にディア様。星を導く使命を飛空都市の中を案内してもらっているのですね。そう、今見てもらってる。ディア様、あ、飛ばしちゃった。私はここで女王試験の手助けをします。何してくれるんだ。この杖めっちゃ強そう。法律研究員でできることといえば、まず大陸の視察です。あ、わしの大陸、魔王大陸、魔王大陸をこう。これからどの曜日には毎週大陸を見に行くことになっています。うんうん。あ、土曜日ね。どの曜日。どの曜日の視察には守護聖様も一緒に行くことになってるんだ。これ仲良くなるチャンスだよ、うんうん、頑張って。どの曜日っていいな、なんか。わしもこれから土曜のことどの曜日って言う。まあ、どの曜日、あの予定空いてる、飲み会行こうみたいな。あとね、平日に視察もできるんだ。うん、守護聖様は同行しないけど。あ、土日はじゃあ逆に同行してくれるんだ。大陸と関われば関わるほど、うんうん、育成の効率も上がるよ。なるほど。女王候補として、うん、周りと良い関係を築くのは、うんうん、とても大切なこと。やっぱね、人間関係大事だからね。大陸とも守護聖とも。それは女王でも変わらないんだね。ここで行う占いを、どうかそのために活用してください。占いなんかできるの？これなんか毎朝あの7時58分からやってる占いとは別なの。ええ、うん、この占いは以前、うん、占いを得意とする下流族から伝授されたものです。下流族、心に秘められた思いを占ったり、うん、相性が良くなるおまじないを。相性が良くなるおまじない、女子めっちゃ好きそうやん。相性の良くなるおまじない。女王試験においては、うん、人間関係も重要になってきます、私で力になれることがあれば、ね、やっぱりこう有権者にこう力を媚びを打っていた方が女王にはなりやすいんだね。関係もあるしね。
各所方面どの曜日はいつも大陸に行くことになっているんでしょうか。あ、これいい質問ですよ。あの公式の Q&A に載ってそう。どの曜日はいつも大陸に行くんでしょうか。いいえ違いますみたいな Q&A。 いいえ、あ4週に一度、うん、どの曜日に女王試験の定期審査が行われます。あ、なるほどね。その時は先ほど通ってきた次元回廊の入り口を開いておきます、うんうんうん、定期審査は最大12回、うんうん、その間にどちらが女王としてふさわしいかを示すのです。12ヶ月で毎月評価があってそれで給料が違うね。忘れずに女王陛下のもとに伺ってください、うんうん、オーケー。お任せくださいディア様、うん、そのための補佐役です。あ、いいですね。女王候補をちゃんと向こうの宇宙の聖地に送り出します。でもねこれねわしねずっと右を選ぼうと思ってたんだけど中身的にはわし完全にもう左がすごい好きでなんかそう思ってきたらあの左も実は男の子のふりした女の子でほっぺたすごい柔らかそうでなんかわし頼みましたよ。しようかな。うん、飛空都市には休日を過ごすのにいい場所がいろいろある。休日を過ごすのにいい場所カラオケとかあるぞ。絶対ないんだよな。守護生とカラオケ行きたい。なんだこれは。すごい。これどこ？これは。ここは公園です。公園。日中、仕事の合間にここまで足を運ぶ守護生様もいらっしゃる。高そうな公園だな。めっちゃ綺麗やんこれ。すっげえ綺麗。なんか端っこでソフトクリームとか売ってそう。お見かけしたら、うん、ご挨拶するといいことあるかも。へえ。と言ったそばから早速のチャンス。お、誰誰誰がいるんだい。次は誰だ。あ、これはあれゼフェルか。なんかご機嫌がいまいち。おこおこな。ああつまんねえ。なんだよ飛空都市ってよ。あ、全然気に入ってないの。その手袋どこで売ってんだろう。どうして。あ、広くて緑がいっぱいで、うん、すごくいいとこじゃない。割とねわしマルセルとゼフェルはねすごい好きなんだよね。見た目的にはすごい。マルセルは声がめちゃくちゃ好きです。聖地にそっくりじゃねえかここ。聖地、うん、これじゃ あいつもと何も変わんねえだろ。聖地と同じ。そしたら間取りなんだね。聖地のつまんねえ毎日の続きじゃねえか。あ、なんか別の刺激を求めてたんだね。へー。聖地を悪く言うのはよせよゼフェル。宇宙の均衡を保つ大事な場所だろ。これで女王陛下だっていらっしゃるんだぞ。そうだよ。け、けって。それにこれまでとは全く違う毎日になるさ。うん、彼女たちがいるだろ。あ、気づいてますよわしらの存在に。二人とも。ああ、めっちゃ降ってきた話。え、あ、まあ、ランディ様、私たちにお気づきだったんだわ。ロザリアさんのぶち込みだ。どこどこ。こっちに来てくださるみたいだね。ほら。ゼフェルも挨拶しよう。あ、これ引っ張ってますよ。おい、やめろ。あ、引っ張ってましたね。引っ張るんじゃねえ。あ、怒ってるよ。いいですわ。やあ、君たちも公園の見学かい。そうだ。ええ、補佐役の二人に各地を案内してもらっていますが。いや、わしは別にちょっとあそこの水を飲もうとしてただけなので。あ、テンパっちゃう。ディア様のおっしゃってた双子って君たち、うん、あ、知ってた。はい、以後どうぞお見知りおきください。あ、やっぱりこの二人もなんかこう面識があるんだ ね。僕たちみんな同じくらいの年だよね。あ、すごい。友達になろうよ。魅力高い。なんか LINE とか交換しそう。ね、LINE 知ってる？うん、もちろん。マオコも。ロザリアも。あ、マオコもって言って、まあしょうがないけどこれは。嬉しいお言葉ですわ。ありがとうございます。マルセル様。ロザリア距離詰めんのうまいね。インファイターだよ。俺も堅苦しいのは苦手なんだ。あ、すごい。なんかできたらかしこまらないでもらえると嬉しいな。オッケー。みんな、よろしく。これからよろしく。ランちゃん、ランちゃんよろ。うん、こんぐらいでいい？絶対もう二度と口聞いてくれますよ。はーい。よろしくお願いします。あ、結構苦しいね。よし。じゃあ次はゼフェルだ。お、絶対これ挨拶しないぜ。あ、ガキくせえ仲良しごっこに付き合えるか。激おこですよ。好き好んで。女王になろうとするやつの気が知れねえぞ。なんで女王だよ。だってこれパチンってやったら、パチンってやったら大陸がシュッて出てくるんだよ。なりたいじゃん。ゼフェル。ゼフェル。あ、目を丸くするとはこのことだってぐらいの驚き方してるね。いえ、女王候補も自ら進んで候補となったわけではありません。あ、そうなんですね。彼女たちにとっても、うん、聖地から指名を受けたのは突然の出来事でした。確かにね、びっくり来たよね。なんか急に手紙来たら女王っすよみたいな。特にあなたはそうですよね。あ、結構なんでわしのこと察してるのこの子。なんか、あ、うん。ふーん。あ、じゃあ
自分がどうしてかよく考えろ。結構なんか手厳しいこと言ってるね。元の生活に戻れるんだからよ。ゼフェルとクラビスさんは意外と俺からのアドバイスは貴重だぜ。めったにしねえから。あ、優しい。じゃあな。 ありがとう。じゃあ帰るね。帰らないよ。わしは女王になるんだからね。あ、待ってよゼフェル。待って待って。まったくあいつは。ごめんごめん、みんな。また会おうな。爽やか。くっそ爽やか。してるネクタイまで全部爽やかだなこいつ。守護聖様の中にもいろんな考えの方がいらっしゃるのね。そうだね、なんか多種多様だね。なるほど。司る力も違うし、うん、10人トイロだね。あ、まさにね、10人トイロ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 10人トイロで一食足りない。10人。あ、同じ守護聖。ちょっと恥ずかしい。あ、足取られた。ちょっとやめて、恥ずかしい。ちょっとわしのボケをなんか説明されてるようでしないからやめて。次って、あ、ひょっとして森の湖？森の湖？あそこはとっても素敵なところだよ。きっと気に入ると思うな。湖の水とか飲めそう。いいな。なんかわしすげえ綺麗な、こういうすんげえ綺麗な湖一回死ぬ前に行ってみたいんだよね。まさかこのゲームで来ることができる。虹ができてる。すごい。あそこの虹はもう風物詩なのだろうか。いいな。あら、綺麗。ここが森の湖です。わ、綺麗。深い森と美しく静かな湖が、訪れる人の心を和ませてくれるのね。あ、すごいね。なんかもうそんなことわし一生言えないよ。わしがここに来た時の感想をちょっと率直に言ってみよう。ロザリア風に言えるかな。はい、来ました。お、虹出てる。すげえ。あ、無理でしたね。気に入った。そうだと思った。うん、だって森の湖はね。え、何これ、何なの。おい、ちょっと待て兄さん。なんかこれ絶対言っちゃいけないこと言おうとしてる。別名恋人たちの湖。ヒュー、ロマンティック。ヒューヒュー。確かにここ。でもそうするとじゃ あの毎週どの曜日にはこうカップルめっちゃいて、あ、すいません、隣すいませんみたいな、あ、そっちのサンドイッチですかみたいな。ここの滝に祈ると、好きな人に思いが届くんだって。マジすげえ。俺が祈ったら、誰か会いに来てくれるかな。なんだこいつ、お前好きなやついるのか。兄さん、兄さん、女王候補、女王になるためにここに来てるんだ。ロマンスのためじゃない。あ、なるほどね。これそれは分かっているんだ。なんかあれでしょ、女王になるか、こう守護聖の人とこうくっつくかの二択が選べるらしいから、なんか多分そこのこっちは。あんなこと言ってる。信じらんない。ノーロマンス。ノーロマンス、ノーライフ。目と目があったら、いつどこでロマンスが始まってもおかしくないじゃない。目と目、目と目。じゃあ兄さんはここで一人でロマンスしててくれ。うわ、手厳しい。俺は女王候補を連れて先に寮に帰るから。あ、なるほどね。あ、じゃあわし男に走るか、あの政治を取るか、男か仕事かってことだね。じゃあわしは男を選ぶ。あ、ちょっと、わし本当に置いていく気？やっぱ男よね。待ってよ、みんな。待って待って。あら、立ち止まったわ。なんだかんだ言ってちゃんと待つのね。仲良しかよ。ふふ。違います。今のふふにめっちゃキレてる。あちらに、ルバ様とオリビエ様の姿。ルバとオリビエ、あ、まだ会ってないな、この二人は。本当、ご挨拶をしに行かなくちゃ。そうだよ。ジラールも一緒に行きましょう。うわ。優しい。あ、どうしよう。心配しなくていい。あ、俺が責任を持ってブチッと終わらせるから。私そういうのもいけるわ。そうですか。ここでの釣りは禁止ですか。じゃあなんかこう針がそうこうまっすぐになってる針だったらいいんじゃない。こう賢者的な感じ。あんたね、仙人か。そもそも飛空都市屈指の恋愛スポットですることじゃないって。あ、なるほどね。すげえかっけえなこの二人。だけど、かわいいお魚が釣れたじゃん。機材、すごい。死ぬ前に一回行ってみたい。お、かわいいお魚ちゃん、フィッシングなのだぜ。ほう、キュン、絶対ならない。ご機嫌いかがですか？ああ、こんにちは。今日はみんなでお散歩ですか？そうです、なんかいろいろ見て回ってます。明日からの試験に備え、女王候補たちに主な場所を案内中です。そうだよ。へえ、あんたたちが噂の双子。
噂の森の湖を案内リストに入れるなんて、あ、気が利いてる。お褒めに預かり光栄です。めっちゃ喜んでる。そういえば、オリビエは何しにここへ。オリビエは、あ、マイナスイオンを浴びにね。マイナスイオン気持ちいいでしょ。確かにね、こう滝とかからめっちゃマイナスイオン出るらしいからね。こうパソコンを見てこうプラスイオンを体中に、ま、あ、なるほど。美しい自然は心身を潤してくれますからね。心理力というやつだね。あんたたちもこういう場所で積極的にリフレッシュするんだよ。うん、心に水やりを忘れないように。心に水やり、ね、いいことを言いますね、オリビエ。ああ、そういえば効果的な息抜きの方法を研究した本があったような、あ、このルビー君はそしたらあれか、結構そのなんか書物とか息抜きを研究ってなんか違うね。あ、博識系なんだな。でもなんだろう、博識で癒される。もはや何も怖いものはないよ、ね、へえ。じゃルバとの会話が息抜きになるってことかもね。なるほどね。そうだとすれば嬉しいですね。へえ。いつでも私の執務室に来てください。グー優しい。歓迎知識と知恵について。あ、でもこれ頭痛くなるやつ。楽しく語り合いましょうか。多分15分ぐらい。あ、なるほどですね。知らってないですね。はい、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げますって新入社員がいつも言うやつ。何も至らない点多々あると思いますがって頭につけて言うやつ。ご指導とかは俺は短めでお願いします。あ、こいつ世当たりうまいですよ。じゃあ俺たちそろそろ寮に戻ります。明日からが本番だからね、寮に戻ったら今日は早めに休むんだよ。オッケーとか言ってなんか2時ぐらいまでスマホいじっちゃうぞ。ロザリア評判、あ、すげえみたいな。それじゃあ寮の部屋を案内するね。うん、とうとう部屋になるのか。これで大体こっちがロザリアの部屋だよ。うん、うん、なんだかいい匂い。なんで部屋に入る前からいい匂いしてるんですかね。これ右下にあるの何、これワイオリンじゃない。これすげえ、香水めっちゃ並んではるやん。とても上品だ。次はあなたの部屋です。どうしよう、これでな、6畳一間みたいな部屋に連れて行かれたら全部畳みたいな。頼む頼む、 1L、 せめて 1L。 すごい、これクマさん置いてある。こっちの部屋はすっごくかわいい、うん、居心地良さそうだな。いい、ね、俺たちは寮に常駐して、うん、様々なアドバイスを行います。あ、同じです。何をやるべきか迷ったら、うん、いつでも相談してください。お、優しいっす。育成するか妨害するか、妨害するか、それとも大陸に視察に行くか。突然その時最適な行動をお教えします。今までずっとこう常識人のようなこのシルバンの積み重ねが謎の妨害とか妨害工作。まあしょうがないんだろうけれど。お出かけの相談にも乗るよ。うん、何でも聞いて。こっちがジェラールが恋愛ルートなんだね。どこにデートにお誘いしたら OK してもらえそうかとか、うん、あ、なるほどね。あとは恋の花がどこまで咲いてるかも、そんなことわかっちゃう、こっそり教えちゃいます。なんで怖い人なんだ。七分咲きですチュンみたいな。デート、恋、一体誰との、まさか私じゃない。寮の説明は以上です。うん、大体わかったわ、ありがとう。うん、なんでこの人ずっと右手をこう心臓に当ててるんですかね。こう脈を必ず測る癖があるんですか、ね、ところでそろそろ自分の補佐をどちらにするか決める頃合いではなくて、これ取り合いになるの。そうですね、ドラフト会議かけ、俺たちのどちらを補佐にするか、うん、女王候補に決めていただきましょう。やっぱりシルバン 1位指名、シルバン競合しそう。うん、うん、一人に一人ずつ補佐がついた方がいいと思うよ。自分だけの補佐と何でも相談できた方がいいでしょ。あ、なるほどね、内通されないようにという。あんたはどうせ世話係がついたことなんてないんでしょ。先に選んでいいわよ。なんて嫌な言い方するの。じゃあ改めて自己紹介、うん、俺はジェラール、癒し系目指してます。なんかね、もうちょいこう酒飲み行ったらちょっと仲良くなれそう。あ、でもこいつまだ酒飲めない年だから飲みに行けない。なんて笑いの絶えない明るい毎日がモットーだよ、うん、俺と一緒に気ままな飛空都市ライフ目指そう、うん、すげえ軽い。シルバンです、うん、女王志望を譲れないあなたを親身になって厳しく指導します、うん、厳しいの。底辺からのスタートでもやる気さえあれば大丈夫です。さりげない暴言。安心して俺についてきてください。マオコ悩んじゃう、マオコ悩んじゃうわ。
わしの補佐をしてほしいんだけど。チャオ、俺を選んでくれてありがとう。愛してる。好き。わしと結婚しよう。これから君の毎日をラブでいっぱいにするよ。ラブでいっぱいに。楽しくやろうね。どんなことされちゃうのわし。俺のことはジェジェって呼んでね。ジェジェ、それは呼びません。それじゃ明日からよろしく。そこまで距離詰められるほどまだ仲良くないって、いきなり急に。ああジェジェって呼んでる。マオコ順応対応がすごい。何かわからないことがあったら、うん、あんたの補佐に聞きなさい。あ、はい、それじゃあ私はもう休むわね。あ、はい、失礼するわ。よし、お疲れ。じゃあ明日からよろしくね。はやべえ、ジェジェ選んじゃった。みんな出ていて急に静かになっちゃった。本当だ。シン。お、なんだこれは。あ、外見てんだ。本当はまだ夢を見ているような気分。ということで、もう一回切ろうかな。よし、じゃあ、See you next time! よし、続きだ。じゃあ、また、バイバイ。ほっ!